皆さんこんにちは。こんにちは。ミックスです。シワです。高台です。はい。あ、ゆうくん。はい。第4回パズドラジャパンカップ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。関東から。関東もあの時上がってから勝ってで、その時はその後で来てまた優勝してから来ました。まあね、その大会の前に1回ね遊びに来てもらってね、バーチャルやって、まあでもあそこから結構上手くなったよね。俺と勝負してからやっぱりあそこから結構パズルも変わったよね。だからまあ、はい、まあ俺のおかげと言っても過言ではないよね。で、そうなんだ。え、優勝したらさ、なんか何があるんだっけ？トロフィー。トロフィー。あの1のあの覚醒フォルスのトロフィーがもらえるとあれは公認は？公認はもらえない。あ、もらえないんだ。ランダンだけ。ランダンの1位だけかな。とあとクレジット。あ、クレジットには出るんだね。はいはいはい。あとは？あ、盾。あ、あと盾。盾。ってなんだっけ？トロフィー。あ、トロフィー。うん、トロフィーなんか話に聞くところはなんか今手元にないらしいじゃん。はい、なんかあの何だっけ、名前をなんかレーザーかなんかに刻んでくれるらしい。おお、今出してんだ。はい、じゃあまあ今日ちょっと、まあ、やっぱりちょっとねもう一回ちょっと決着つけてさでこれでもし俺が勝ったら、うん、その刻印ちょっとミックスに今から業者さんに電話してさどう？いやもう全然もう岩君全然もう自信なかったら全然いいんだけど、業者さんが迷惑かと大人か大人か、冷静なツッコミしてきたな。はい、それで何度か防ごうとする。じゃあ今日はちょっと、まあ、前回ね僕コテンパンにやらっちゃったんでちょっと今日はリベンジということで、あの真の勇者をねお迎えして、というわけでまあ言ってもゆわくんは第4回パズドラジャパンカップの優勝者であって、まあ他のね第1回第2回第3回の優勝者ではないから、うん、ね言っても、ま、第1回はまだやってなかったけど、その時はでも第2回とかやったの。第2回は行きました。行きました。幕張だけ当日。あ、そうなの。2回と3回両方幕張の当日予選だっけ。ほうほうほう、行ったんだ。で？で、両方とも予選は1回で勝ち上がって、で、準決勝で両方ともやられました。なるほどね。はい、そのぐらいの実力ね。はいじゃあ今日はちょっと、じゃあ1回から第1回から順にちょっと勝負をつけてって、はい、第4回までやりましょうよ。はい、でいいですか。はい、で意気込みは、意気込みは、意気込みは余裕、とりあえず4回は必ず勝ちたいです4回、もう4回しかやんねえのに4回は必ず勝ちたい全部じゃねえか。第4回の、あ、第4回のパズル。そういうことね。で、まあ、何でも言えなくなっちゃう。これ参照した方が実質勝ちになるってこと。まあそうだね。だからそう、だからもう第4回をやる前に勝負が決めるよ俺は。俺の作戦は第4回はまあちょっとね、さすがに誘惑に勝てる自信ないから、うん、3回目までで勝ってちょっと、だからとりあえず1回勝てばもうそれは防げるわけ。そうだね、1回勝った。で、2-2になった場合はちょっと考えよう、はい、2-2になってから、はい、考えておきます。はい、よし、じゃあ早速第1回からいこうか。これは交互にやる。どうしようね。まあこの同じ端末でやる、やろっか。フィルム1回ずつ。じゃあ先攻後攻じゃんけんしよう。最初はグーじゃんけんぽい。負けた。どっちがいいですかそれはもう行かせていただきますよ。先行、高校で違う、違う、今の流れ先行の流れだ高校で、はい、じゃあ1回か。はい、じゃあ1回26,955せばほぼ勝てると。そうだね、まあ俺のハイスコアだからね。はい、はい、じゃあ好きなタイミングで。はい、フォルスだよね。リフォルスじゃないね。あれ、クシナダ、クシナダ。いや、フォルスだね。クシナダ、フォルスだね。いや、クシナダ、フォルス、フォルス。じゃあデス、デス、ラー。はい、行きます。
ゼウスだから。ホルスだ、ほら、これ。変換使ったもんじゃん。変換なんてないんですけど。さあ、これ5色。どうやればいいのか全く分からない。これね、4色。4色で最大倍率。5色で倍率が。今上がんなかった。上がんない。なるほど。うわーちょっと盤面いいな、運いいな。5色ある。5色はその時4色しか下がっていいはずだ。早っ。これ、あ、早い。で、これユミが5色いる。そう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 、アマテラス読み、そう、でユミが5色。ちょっと、足が、足が、よしよしよし、よし。あーでも光あるからな。ドルチョ使えるんだ。ドルチョ？これなんで止まった？なんで止まった？出ない。ああ大丈夫。それ落とし。落としにしたつもりじゃない。これ抜けんのか？七コンボ。抜けない。抜けなくちゃ。ピンチピンチ。ピンチじゃないこれ。あーとこれで終わりかな。ただコンボがちょっと7コンボとかいう。いいよ、はい、はいはい、はい、久しぶりすぎてわかんない。全部ワンパンですかね、これ勝つのは。いやでも途中のコンボかなり早かったからな。コンボよりタイムなのが1回は24,000、うん、なるほどね。で24,413点。まあだからね、ちっちゃんがハイスコアを出せば。じゃあ俺のハイスコアのが高いから俺の勝ちでいい。ほら俺のハイスコア。いやちょっとそういうのやめよう、そういうのやめよう。じゃあそういうのやめよう。しゃあ、やべえ、ハイスコア負けてた。25,000だった。はっはっは。じゃあいい、俺の勝ちで。やった意味がなくなっちゃう。よし、ちょっと俺もね、久しぶりだな。久しぶりだな。しゃろう、いくよ。はい、ゴー。ドルキョは多分4パン。え、ちょっと待って、ちょっと待って、崩れた。え、あ、ちょっと待って。オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫。やべ、超崩れた今。大丈夫大丈夫。これ完全消す。いや、ちょっと待った。最低コンボで速さだから。回復処理した。ああ、来ない。ああ、ちょっと怖いなこれ。あ、もう抜けるこれ。抜けないかな、5コンボ。あ、ちょっと待って、欠損してない、欠損してない。あ、マジか。やった、抜けなかった。よし、算数は並んだ。算数、多分、将棋も。よし、欠損した、火がない。あ、もうこれ火も落ち込んだな、これは。火も落ち込んだ、もう、もうないと。あ、ダメだ。全然ダメだ。あ、もう最悪、最悪だ。あ、やばい。オッケーオッケー。でもまた最大なので、3大コンボ勝負でしょ。いや、最大コンボも7だから多分変わらない。1回って難しい。1回ってちょっと難しいね。1回って難しいね。やっぱり決勝は3回だからね。あ、そう。あ、惜しい。うわ、惜しい。あ、惜しいな、これドローか。あれ、24,413点を出したの。惜しいな、ちょっとドローか。ミックスさんによると、24,413点と23,240点も同じそうです。でもこれ、くそー。そうか、じゃあアマテラス、ここまで抜けないか、そうか。6回も必要。じゃあまあ、はい。はい、まあいいよ、第1回は。第1回は、はい。まあ、ってことで、ユア君の勝ちです。これでもう。で、勝ったことによって、これでもう第4回は確定 だ、ね、確定だ。あ、はい、ちょっと待って、確定じゃなかった。あと2回連続で勝てば確定だ。じゃあ、ゆわくんが先に3勝したらそこで終わり。終わり？え、終わり？
終わりじゃない。いや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 、分かんないよ。それは分かんないよ。ルール決めるの俺だから。じゃあ第2回いきましょうか。第2回も。まあ、じゃあどっちにする？じゃあ俺からいこうか。じゃあ、そうです。第2回はなんだっけ？第2回はね、ラー。いや、第2回は多分、あのアニビスかな。アニビスかな。光ホールです。アニビスじゃねえじゃん。ふざけんな。はい、さっき串灘と言われました。いきます。え、これってさ、覚醒あんの？覚醒多分ないと思う。え、ちょっと待って、ちょっと、じゃこれさ、なしでしょ、これ。なし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 だよ。これ5色で、じゃあ25倍のやつだ。そう、匠のあれで。匠は誰もついておりません。ちょっと待って、覚醒ついてない。え、あ、逃げない。ちょっと待って。いや、分かってるから。あ、調子。ちょ、これ練習だから。練習、これ練習だから。簡単。確か火が入ってたらここは抜けるんだったっけな。まだ通してる。なんか第1回と第2回すごい敵も。あ、ちょっと全然これ、え、やっぱ覚醒ない。ちょっと覚醒ちょっとおかしいな。覚醒がちょっと、覚醒はまあ4秒パズルだって。指が枯渇してたでしょ。いや、あれ、うっそ。あったはず。抜けるんだよね。まあ、抜けても多分次がきついんだよね。闇が。あ、ちょっと待って、うわ、最悪。それは最悪だ。最悪。あ、喧嘩たまった。使うか。あ、抜ける。え、また枯渇してるよ。そのための変闇変化に。嘘でしょ。闇変化。ちょっと、いや、言わないでよ。ちょっともう分かんなくなっちゃったじゃん。あー、もう最悪。最悪だもう。え、ちょっと待って、これさ結構しんどくない？ちょっともう一回。4秒かつってしんどいの。ちょっと勝負になんない。これそうか、思い出した。これさ、みんながさ、このこぞって整地してたやつだ、これ。ちょっと待って、ちょっと待って。そう。あ、ちょ、絶対遠いよ。絶対遠いよ。よくこんな俺やってたな。まあまあまあ、でも条件は同じですから。はい。やべ、これちょっとひどいな。15ターンかかってる。下に行けたきれいしょ。はい。はい、下に行けた17700だから、あの下に行けたが10とかっていう。そんなことかもないです。じゃあプラス8000点ちょうだい。2万5000。ダメだ。ダメだ。とりあえず。はい、な、これは。俺よくさ2万8000とか出したな。とりあえず行きます。はい。はい、じゃあ行きます。やっぱ久しぶりに会ったんだね。やった、やったやった。倒せるのか。でもあとさすがに。あと全部勝ち。え、あ、え、ね、いい座ってくもんだ。完全ゲスト始める。あと10ターンいいよ。あと10ターン。
よし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 、火振ってこなくていいぞ。そのまま火振ってこなくていいぞ。火振ってこなくても脱ぎちまって、パズルが。結構さ、指ないよね。指ないんだろうけどさ結構よ、なんか慣れないよね、やっぱ慣れないっていうか、なんだよくやってたよな。もうダメだ、もう指パズルに慣れてしまったから、ね、いや早い。でそれで言ってもさ、やっぱ覚醒スキルなくてもあっても4秒以内に組んでるもんね、いつも。意外と強い。うわ、早っ。闇が、うわぁ、火降ってきちゃったよ。火降ってきちゃったよ。設置した方がいいね。設置した方がいいね。あ、ちょっと待って、ずれた、結構ずれた、いろいろ違う。おっとまだある、まだある。変換使おう、変換。同じに使っちゃったけど流れんの、どんどん。え、火落としてんの、それ。火落としてない。よし、あ、うわ、最悪だ。俺は運だよ俺じゃ、俺で負けても仕方ない、まあ運だよ。あ、まだった。よし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 。あー、すごい、綺麗。よし、終わった。あー、打ち込んだ。まあでも、まあでも落ち込んで勝ってもね、ゆがくん、まあ落ち込んで勝ってもね。これじゃあ、あ、はい、これはもう、ほら8000点足したら、これでもほら、でも16点はオーバーしてるから16点はオーバーしてる、ぴったり賞からオーバーしてるから、ぴったり賞はでも8000点じゃなくて別に何にもない。これもただぴったりっていう、まあ、綺麗さだけあるだけなの。これも1対1かな。よし、じゃあ次行きましょうやばい、追い詰められた。え、これ待って、第4回までいけないじゃん。あ、第4回まで大丈夫、もう覚醒が追加されたから。覚醒が追加されたからもう俺の勝ちだよ。じゃあ次、岩君。はい、ここはアヌビス。え、頑張って、アヌビス。はい、じゃあラーなので調整していきます。アヌビスだって闇アヌビスだ、闇アヌビス。